コロンビアはアメリカ合衆国で世紀の変わり目に運用された現存する二隻の蒸気船のうちの一隻である。もう一隻は姉妹船のセントクレアである。両船はフランク・イー・カービーによって設計された。コロンビアは1902年にミシガン州ワイアンドットで建造され、セントクレアは1910年にオハイオ州トレドで建造された。 前世紀にコロンビアとセントクレアはデトロイト川をデトロイトからカナダのボアブランク島まで下って就航した。夏になると船の3番デッキは島までの90分間18マイルの遊覧を楽しむ乗客で満員となった。2隻は戦場での音楽演奏とダンス、アーケードやスナックバーが特徴であった。2隻はデトロイト川の名物となり、 デトロイトの住民によって非常に愛された。しかし、ボアブランク島への観光客が減少し、乗客が減っていったことを受け、1990年、会社は蒸気船の維持は困難だと考え、1991年夏、コロンビアとセントクレアは最後の航海をすることとなった。1993年ボアブランク島は閉鎖、開発業者に売却された。 コロンビアとセントクレアは新たに製鉄会社に買収されたが、所有者は1996年にオークションにかけた後、2隻を冬の厳しいミシガン湖に放置した。このような粗悪な扱いにより、2000年頃には、かつての美しい蒸気船はデッキに穴が開いたり、木材が腐ったりと幽霊船状態となっていた。2001年、姉妹船セントクレアを買収した。 ある資産家の夫婦は修理のためセントクレアをオハイオ州トレドまで牽引し2002年さらなる回収を行うためにローレインまで牽引される2005年6月修理を終えてデトロイト側に戻ってきたセントクレアはオンタリオ州ウィンザーでドック入りしたこれはフリーダムフェスティバルという行事の花火大会で出展するためだった一部を回収したのみだったが 外観はかつてデトロイト川で運行されていた時と同様となった。セントクレアは2005年9月にマキシムコーポレーションという会社に買収され、2010年の復帰を目指して改修が行われている。なお、2010年はセントクレアの就航100周年でもある。なお、コロンビアは未だに老朽化したまま経流されており、デトロイトリバーフロントコンサーバンシーは2004年、 老朽化を食い止めるため、コロンビアをタールを塗った防水シートで覆い、コロンビアを買収するか、修理して、他の団体に売却するか議論された。そして2006年、協会は500万 US ドルドルの予算はあったものの、仮に補修したとしても、大きな利益は得られないとして、コロンビアの回収を断念し、NPO に売却することとなる。NPO は、 SS コロンビアプロジェクトを発足させ、アメリカ合衆国国定歴史建造物指定とハドソン川での運行再開を目指している。ありがとうございます。